マジなのか。よし。マジ？じゃあそろそろこいつ蹴るかな。じゃあこの間だろ。蹴っちまおうか、ね、どう考えてもラウンド取られてないですよ。銀が取れねえの。やる。よっしゃい。いやこの人ね本当にうまいけどね実際。さあ、いやもっと強い人がいるんだったら俺ちょっと求めてるかな、それを。どうするか、この人の、この人の行動気になるな。いやどうなんだろう、気になるわ。あー、もっとやりたかったのに。いつもこうなんだよな、孤独と孤独との戦い。さあ、立ち見シーンです。来たかな。ありがとうございます。いや、今の普通にありがとうございます。さあ、お次、お次。お次、お次。いや普通に強かったけどね。お、なんかお強いんちゃうかこの人。あ、やる。もう分かった、もう分かった、俺もう分かっちゃったもんね。あ、それ確定ね。俺しかやんないと思うけど。やるわ。いやいやいや、わかるから大体。やるわ。その線、あ、この野郎。いや、ムカついてますよ、マコさん。やるわこいつ。あ、こいつマジでうまい。もう分かった。ふっ、ジャンプ。いや、こいつマジでうまいわ。やるわ。あー、はい、わかりました。この人誰かわかりました。はい、なるほどね。まあ誰かわかったらもういけます。はい、わかりました。いや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 、大会で相手が誰かわかんない子なんてありますか。いや、もう分かりました。ああいうくだらないこと知ってんのは彼だけです。
他のルーファス界でそういうくだらないの知ってんのいません。はい、向かっていったね。いいね。はい、なめんな。やるわ。はい、はい、太い選択肢取っちゃったね。孫さんにそれ通用しねえんだ。はっ、繋がるよ、さすがに。はい、金出る。はい、ムカついた。はい、おっと、はい、10連発。まあ、誰か分かればこれですわ。いや、もう動きでもう一発で分かります。俺の中で 80% もこれ金デブですから。ちなみに 80% は金デブです。80% です。残り20ちょっと分かんないですね。さすがにちょっと伸ばしてきた人たちの可能性あり。おお、豪快豪快。うまっ！おい！はい、すごい。あ、今どっち行くか分かんなかった。はい、はい、レッパー。はい、ニャンシー。はい、これは返していけない。危ねー、これ慎重にな、慎重にやんない。お、嘘。
ざけんなよ。あ、やる。ごめんなさい、あの多分ね、このウーファスの方多分ムカついちゃってると思うんですけど、いや本当ごめんなさいね、これがサガットルーファスかなって個人的に思います。いやまず間違いないと思いますよ。いやこんな上手いやついないもん他に。こんなうまいやついないです、実際。あー、やる。やべ、壊してやまちゃったな。やる。お前それはやりすぎだろ。お前、あー読めちゃった。今のちょっと上玉避けんのはさすがにあれですよ、身元バレちゃいますよ。かくったよ。し、いや、うまい、うまいです。だマジでこれ下がっせん、うまいな、本当にうまい。延長？あ、そうか。マジうまいな。はいはい、延長延長。あ、結構ギリギリだった、危ね。さて、ちょっとプク1休憩いきますか。あ、うまい、マジでうまいわ、ふざけんな。あ、マジでうまい、うまい。いやー、ふざけてる。マジうめえんだけど。うまっ、ふざけんな。あー、こっか。うわー、いやこいつマジうまい。
俺ジャスティンそんなことやんねえから別にいいぞ。さすがに俺そこまでのレベルやられたら困りますよ。ほらこれお、失礼。逃げてからの。ごめんね。今本当にごめん。いや、単純にルーファス上手いだけだったら、俺もわかりませんよ。ただ、ちょっと、キンデムしかやらなそうなことをやってるんで、やる。おお、ごめんなさい。やる。ごめんなさい。かましてきます。もしよかったらこのまま残っていただいて、もしよかったらね、ちょっと時間あれになっちゃいますけど、キンデムさんがまだわからないんで、ちょっと あれですけど、本当にありがとうございます。まあ、ちょっともうちょっと待って、もしあれだったら待っていただいて、もう全然待っていただいたらちょっと嬉しいです。いるねえ、いるねえ。残ってくれてるねえ。と、かわいいやつだな、おい。スピッフィースキンク2。かわいいやつよの。俺も早めにちょっとプクイチ切り上げてきたわ。いや、これね、フェイロンもやりたいとこなんですけど、いや、きっとフェイロン戦やったことはあんまないと思うんで、さすがにちょっとかわいそうかなと。思います。かわいいやつよ。俺もう確定ですもん、本当に。何があろうと色変えたところでもう変わんないです。もう確定です。ほらこんなことやんの気になるでしょ。ムカつく。うまいよ。やる。拾えるか。ああうまい。そう、自分でも分かんないですよね、これ。マジうまい。うまっ。おい、
間に合わねえ。やっぱりさすがに。うん、これで。今ガッカス。うん。怖っ。出たー。いや、これ、お互いね。同意の上。おやる、やりますわ、やるわ。そこでバックジャンプとは。ルーファスね、一番大事なんで。ちなみにエボの横で、以外でね、当たるとして嫌なキャラ、まあちょっとローズやりたいかなと思うよ。そのやっぱルフィが上がってくる可能性も全然あり得るから、ちょっとね、この人とはいつまでもやれるぐらいちょっと楽しいんだけど。あ、やる。あー、なぜ出ない、そこで。俺も素人。あ、ほっ、おい、おい、やってね。届く、昔のセットプレイ。うーん、ひよぎ、ひよぎ。うまい。カウンター限定です。うまい。あ、ごめんなさい。勝負どうでした。すいません。本当にすいません。マジでうめえな。なんか懐かしいな。でもこの感じね。大ミニオン？大ミニオン来んの？エボニー。エントリーはしなかったね。さあ、いや、てか当日エントリーとかありだな。もうトーナメント表決まってんじゃん。あ、ごめん、今やってない。完全にやってない。ごめん、本当にごめん。このラウンドは申し訳ない。なんかな、暴発したの。
おい出したやんけ。あ、うますぎるんだけど。うますぎるんだけど。やめてた。うわあ、やばい。人読み完了か。おい、なぜ出ない俺。ぬりー、ごめんなさい。なんでの。うまい、うまい。さあどうする、どうするどうする。打突ネイジャーで透かしてしゃがみドイパの選択肢か。まあ、今のね。うん、なるほどね。アパカだったら曲げてます。ただ、救世主の削りっていうのが、削りっていうかそのカス当たりっていうのも信用できないんですよ。今の概念でも、救世主のカス当たりだったら死ななかったんだよね。で、その後、しかもルーファス側にとって、もう悪魔の時間の始まりですわ、救世主出した後。ほぼ同時に起き、硬直時間が、うん、これですわ。うわー、このスピードは。うわ、なんで刀を。ぬる、俺ぬる。いやー微妙、非常に微妙。増えてきたっていうことを俺も修正しないと。はっ、あってたまるかそんなこと。これ確定。あー、たまには打つのね。うまいですね。あれ、高みボタンがパンチボタンが。ごめんちゃい。うわー、渾身の投げ重ねミス。
やんなきゃいけないんですよ。よし、いや、あの、EX 銀河が来るポイントって結構少ないから、その時は、狙わなきゃいけないんですけどね。今、試験的にちょっと、かなり意識されて見てました。いや、サガットでアゾン出しても、俺、アゾンだったら別にいけるから、大丈夫です。ゲーマービールもかなりいい勝負してますね、このサガット。かっこ出してきた、やる、うまいっすね。おい、うわー、慣れてない白とかありえないから、この強さでやる。慣れた。言うけど、いや、ちなみにこれね、ほとんどの差がって多分やられると思います、このルーファスに対して。ちなみに言うとね、もう俺保証しますわ、これ太鼓判をします。そこら辺の差がってね、絶対負けません、このルーファス。引かれることはあるかもしれないよ、だけどトータルで負けることってのはないっす。ポンちゃんちょっと分かんないけどね、さすがに。安っ、俺も甘えてんな。うまい、うまい、ドゥルプリン。
バレたー、さすがにやりすぎた。大樹どうする、熱い読み合いからの、しつこいっすよ、このしつこさは念か、このしつこさは念さんか、一応これ念さんの確か色なんですよ、念さんの色なんだが、まあ違うよね、違うよね、前台系じゃないし遠距離台系だし、いやジェッパーさんでは絶対ないです。一つ保証しておきましょう、これもうかけてもいい、ここね、マジかよ、あこれねむずいんすよ、ちなみに結構当たった時のポイントで変わったりする、おいなぜ出ない、あ、バレた、やっちゃった、甘えた、ここです、あー甘くしてそれ最後、もうあれだよ、殴り合いだわ、うわ、こいつこすえこすえ、今のこすいは今のチューかな、ジャックかな、いや運良かった、もうちょっと遠かったら普通に負けてるわ、カットんでた、いやチューさんの可能性はゼロでございます、申し訳ございません、ゼロです、延長確かに、あのね、いつまでもこの人やってたいんですけど、まあ、そろそろ終わりかな、さすがに。ルーファス戦もうだいぶ思い出してきた。そう、そうのフェイロンちょっと触っといた方がいいんですよ。配信外ではめっちゃやってるんですけど、しかもプレス3でかなりやってます。やれ、脇にした。格がえぐいね。浮気見した、いや熱帯はやってないんですよ、ボンちゃんとかと、とにかく PS2 になれるためにやりまくりっす、
うまい。うまい。ゴールドクロス。ゴールドクロス。マジうめんだけど。いやーやらかした、着地はバカだった。ほほ、弱。いや、マジで、ありがとうございました。本当にね、今度またやりましょう。ね、キンデムさん。またやりましょう。ありがとうございました。ね、キンデムさん。はい、100% です。100% キンデムです。ここまで確信持って言えるのもね、なかなかないですよ。これやっぱね、スト4もう6、7年やってますから、もう大体わかります。 100% です。まあ 100% 言い過ぎか、まあさすがに90、98とかそんなもんですよ。でも鈍ってなかったな、マジうまかったな、やってたなこいつ。そう、ローズやりたいんですけど、ローズいます？